ウェスレイ・ジーク、ウェス・フェレルは、主に1930年代に活躍した、アメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国のノースカロライナ州、グリーンズボロ生まれ。右投げ右打ち。主に、インディアンスとレッドソックスで、活躍。1935年に、最多勝利投手のタイトルを獲得した。打撃にも長けており。 2016年現在の投手としての本類打数のメジャーリーグ記録を持つ、ノースカロライナの野球一家に生まれる。1927年にクリーブランド・インディアンスに入団し、同年メジャーにもデビューする。フェレルは直球とカーブ、チェンジアップを得意とし、3年目の1929年に43試合に登板して21勝10敗、12の関東勝利を挙げて、 頭角を表す。その後1932年まで4年連続で20勝と100奪三振以上を挙げ、1920年代後半のインディアンスの主力投手となった。またフェレルは投手ながら打力もあり、1931年4月29日にセントルイス・ブラウンズを相手にノーヒットノーランを達成した試合では、自ら本塁打と二塁打を含む4打点を挙げている。 1933年には第一回オールスターゲームのメンバーに選出されたが、肩の痛みのため出場しなかった。この年は、怪我から11勝12敗の成績にとどまる。兄、リック・フェレルとエースは、この年のある試合で対戦し、別々のチームに所属する兄弟が1試合で揃って、ホームランを打つという、珍しい記録を持っている。兄、リックは、アメリカ野球殿堂入りした。 名保守だが、長打力が乏しく、通算28本塁打でしかなく、投手である弟、ウェスの方が10本多い。翌1934年には、兄リックが在籍していた、ボストンレッドソックスに移籍する。同年14勝5敗と復活したウェスは、翌1935年に25勝を挙げ、アメリカンリーグの最多勝利投手のタイトルを獲得。 同年の最優秀選手投票で2位となった。レッドソックスには1937年途中まで在籍、その後ワシントンセネタース、ニューヨークヤンキース等に在籍したが、1938年に15勝10敗の成績を上げた後、オフに腕の手術を受け、その後本格的な復帰はできないまま、1941年に33歳でメジャーリーグから引退した。 1976年にフロリダ州サラソータで死去。2008年2月にレッドソックスの球団伝道入り選手となった。ありがとうございます。